諸君の戦闘力テストを行う、イングリッドだ。戦闘力テストはシミュレーションルームで行う。あの指揮官様、一体これ何なの？作戦から復帰した途端、戦闘力テストは異例のことです。普通は投入前に行われますが。しかもあの人、エリシオの CEO よ。ここで何してるの？趣味で。ブリーフィング中は静粛に。諸君には今からシミュレーションルームで模擬戦闘をやってもらう。簡単そうに聞こえるかもしれないが、そう甘くはない。アーク技術の結晶と呼ばれるシミュレーションルームは、全てが現実の戦闘と同じく再現されている。戦闘中に発生しうる各種の突発的な状況はもちろん、ラプチャーとの戦闘も完璧に再現されている。諸君はこのシミュレーションルームで各種突発事項や戦闘状況をタクティカルに突破し、タクティカルにテストを完了する。以上。質問があります。質問は受け付けない。訓練に先立って諸君の分隊名を聞こう。分隊名を言え。確認した。ではカウンターズ諸君、諸君のタクティカルな動きを期待している。強めにやってもいいわよね。つまらない戦闘になりそうだわ。始めます。攻撃って難しいわ。
ロードしてから行きます。難しいわ。最高の式でした。指揮官、作戦終了の報告は完了しました。しばらく待機しろとのことです、うん、ラピ、これ何だと思う？テストでしょ。言葉通りに、彼らから見れば私たちが怪しい結果を出したのは間違いないから。うまくやってもやらなくても何か言われるわ。指揮官様、何か知らない？悪いことではないと思います。功を奏したのは確かですから。うーん、とりあえず待機するしかないのかしら。結果はどうだ？驚くほどだ。そうか。最悪だ。実戦だったら一瞬で全滅しただろうな。ほう、本当に驚くべき結果だな。差がありすぎる。実戦に強いタイプなのか。では実戦を任せてみようじゃないか。仕事はいくらでもある。好きに選べ。最高に難しいもので。それならこれだな。発電所の調査？海の近くの都市にあったあれのこと？この人数でですか？それってあんまりよね。あんなに苦労したのに褒められもせずまた苦労させられるの？ああ、はいはい、偉大なる中央政府のお犬様じゃありませんか、アニス。ごめん、言い過ぎたわ。指揮官は誰が割り当てられますか？はい、やっぱりおかしいわ。何なの？同一の指揮官とニケが連続して作戦に割り当てられることはありません。大抵の場合、作戦過程でトラブルが発生するためです。トラブルが発生した状態で作戦に投入するとチームワークにも大きな影響を及ぼすため、一般的には避けられます。指揮官様がニケを現場で処分したってこともたくさんあったわ。その反対もたまにあるし、こういった極端なケースもありますので、同じペアで戦うには少なくても3回間隔を空けなければなりませんが、確かに今回は例外ですね。処分ね。それとなく地上へ送って全員処分するつもりよね。あの、そんなことをする理由がありません。うわ、驚いた。なんで急に現れるの？作戦開始と聞いてサポートしに来たんです。とにかく本当に処分する必要があるなら今ここでできます。あえて地上へ送る必要はありません。つまりごく普通の作戦だということです。ああ、とても普通よね。命令である以上従いますが、本当によろしいですか、指揮官。私たちの何を見て信じるっていうのかな。じゃあ私たちも指揮官様を信じてみよう。とりあえずね。行きましょう、地上へ。連続で地上派遣だなんて全く悲しいよね。待って、誰かいる。ん？はじめまして、私はネオンです。エリシオンのニケ。今回は調査作戦に合流することになりました。
よろしくお願いします。シフティ、何か聞いてる？たった今、人事異動が発令されました。指揮官、何か聞いていませんか？これは怪しいね。急に増員だなんて。正体は何なの？私は、スパイだと思います。え、イングリッドさん、社長の命令はこうでした。全力で手伝って全てを報告するようにと。これってスパイですよね？そうだとは思うけど。私ずっとスパイとかやってみたかったんですよ。よろしくお願いします。スパイ任務頑張ります。はい。これ大丈夫なのかな？さあ、どこに行けばいいですか？皆さん気をつけましょうね。ここが地上。初めてなの？はい。こんなに広くて空がパチパチしないなんて、こんなの本当に初めて見ました。空気の成分は同じなのに微妙に何か違います。それも今だけだよ。地上で1時間以内にラプチャーと遭遇する確率は 100%。 干渉に浸ってボーっとしてたらビームに頭をぶっ飛ばされるわよ。はい。ですから急いで移動してください。作戦の最終目標は発電所にある制御室の調査です。作戦地域をスキャンします。エブラ粒子を浄化中。濃度 42.43%、21.48%、 エブラ粒子の濃度 2.01%。 スキャン完了。目的地の発電所まで続く道をスキャンした結果、無人浮上式鉄道の線路に沿って移動する必要があります。ただ線路全体に高圧の電流が流れています。ニケならダメージを受けても問題ありませんが、問題は、何が大丈夫なの？死ぬよ。高圧電流の原因は？ヒストリー検索中。5年前都市封鎖を進めていた際に、ラプチャーの外部への移動を防ぐため意図的に流したそうです。当時にしては完成度の高い線路でして、電力は自家発電で供給されます。都市の内部に残っていた人間は？建物には入らない方がいいわ。何がいるかわからないし。ではまず線路の電流を遮断しよう。外部からコントロールする方法はない？はい、あります。制御センターをマップ上にチェックしておきます。指揮官、準備完了です。ラジャ。よろしくお願いします。お願いします。みんなを助けましょう。火力集中。
ここに全部注ぎ込みます。私ここで何をしていたんだろう。ここはどこ？地蔵出動だ。戦闘シークエンス実施。よろしくお願いします。みんなを助けましょう。リロードシークエンス実施。リロード中です。よろしくお願いします。みんなを助けましょう。勝ったんですね。よかったです。指揮官、ご命令を。目標地点に移動します。出動だ。私の後ろへ。シフティ、バックアップを。私、何か失礼なことでも言いましたか？ラプチャーが出たんじゃ。違います。ねえ、ネオ、地上に出たニケには暗黙のルールがあるの。あ、単独では使用禁止よ。わかった？そうですね。これは大丈夫ですよね。それは大丈夫。それで何があったの？私、いいこと思いついたんです。線路に流れる高圧電流が問題なら、ゴムの長靴を履けばいいのでは。悪くないな。悪いですよ。こんな高圧電流が流れる場所は人間が近づくだけで。とにかくダメです。もっと詳しく説明しないの？いいアイデアだと思ったのに。指揮官、もしかして。全然よくありません。
かったです。お呼びでしょうか。はーい、指揮官、気をつけてください。ここはどこ？私は何をしているんだろう。よろしくお願いします。みんなを助けましょう。甘えちゃいます。コネクティングデバイスを。地上にあるいろいろな機械をオペレーターが遠隔操作するために必要な機械です。携帯に出っ張ってるところがありますよね。それを引っ張るとケーブルが出てきます。はい、それです。それをコントロールしたい機械のポートへ差し込んでください。指揮官、ここです。士官学校を卒業したって嘘じゃないわよね。遮断完了。これで線路から都市内部への侵入が可能です。行きましょう。ゴムの長靴は本当にいらないですか？いらないってば。戦闘を始めます。爆発した。よろしくお願いします。みんなを助けましょう。
はい、お話しください。命令を実行します。指揮官、気をつけてください。気になってるんだけど、ネオン、あなたって火力高すぎない？火力は高ければ高いほどいいですからね。バランス大丈夫？よく聞いてください、アリス。この世は火力が全てです。火力だけが私たちを守ってくれるんですよ。多少バランスが不安定になっても火力には価値があります。そっか。さあみんな、私の言葉を復唱してください。火力最高。嫌だ。ここはどこ？光線に突入します。のラプチャーがいるところに入ることを侵入と呼べるなら、そうね。普通は自殺行為って言うのよ、それ。はい、理由は分かりませんが、少し前から稼働を始めたそうです。公的には地上に残った人間の数はゼロです。しかし物事に例外はつきものです。この怪現象を調査するために何度も試みましたが、成果はありませんでした。あ、ちなみに結構大規模でやってもダメだったわ。ワンサカいるラプチャーにみんなやられたの。生存者という可能性を除いても、あの発電所には大きな意味があります。あの程度の規模ならアーク内の全ての施設を2ヶ月は稼働させられますから。つまりこの作戦の重要度は非常に高いと言えます。3人に任せるくらいすごーく重要な作戦だってことね。アニス。何？作戦拒否。それは違うけど。ではそんな無意味な説明はしない方がいい。
やって侵入しましょうか。発電所を掌握しているラプチャーを全滅させ侵入すればいい。ああ、なるほど。行きましょう。私の火力をお見せする時が来ましたね。それって選択肢じゃないわよね。ではご命令を。調査を進めますか。ああ、わかったわ。行けばいいんでしょ、行けば。じゃあみんな、装填を確認してから突進しましょう。3人だからすぐ死んで終わっちゃうからね。アニス、私たち弾よけくらいはするから後ろに隠れてて、脳だけはちゃんと回収してね。それくらいはできるよね、指揮官様。父へ追いやるよりは全然簡単よね。アニス、何？この状況で下せる適切な判断なのよ。下克上と判断していい？どうぞお好きに。下克上は即決処分よ。ラッピー、なんでそんなこと言うの？落ち着けってこと。落ち着くも何も、私たちが無駄死にになるようなものよね。私たちはまだ指揮官の作戦を聞いていない。状況は絶望的です。実際方法はないと言っても過言ではないでしょう。もしかして何か作戦が？潜入？ルートなら一つだけあります。はい、わかりました。敵機、目視による確認。状況終了。次の作戦区域に移動します。はい、お話しください。命令を実行します。光線に突入します。ここどこなの？発電所の内部とつながっている排水路です。あー、まさかここを這いつくばって進むとか。塞がってますけど。建物の一部が倒壊し入り口を塞いでしまったようです。ちょっと待ってください。他のルートを探してみます。突き進めばいいんじゃない？でも瓦礫が多すぎます。でもどうやって？大丈夫かな。爆音すると思うけど。周辺でラプチャーの反応はありません。安全です。では始めます。ちょっと待ってください。ここは私に任せてもらえませんか？は？いや、みんなでやればもっと早く。やらせてください。マジ？瓦礫の消滅を確認。排水路への侵入が可能です。火力だけはピカイチだね。指揮官、私、わかったんです。相手が何であれ、火力があれば解決できないことはないって。答えは火力。火力が全てです。本当にありがとうございます。少し迷いがあったんですが、背中を押してもらった感じです。火力の道を進む者として極意と向き合えた気がします。そんな道あったのね。これからはどうか師匠と呼ばせてください。改めてよろしくお願いします、師匠。
はい、師匠。勝手に呼び方を変えるな。今から集中します。どうだ。すごい匂いですね。人も住んでないのにこんな匂いがするのね。ここは排水路だからね。いろいろ溜まっていたんでしょう。あの、一言言わせてもらってもいいでしょうか。何？吐きそうです。嗅覚センサーをオフにすることを勧める。それを切ってしまうと、なんというか、人間からあまりにも遠ざかるみたいで、ちょっと変なこと言うね。心だけは乙女ですから。私は乙女を諦めるわ。切っちゃおっと。指揮官、大丈夫ですか？人のお尻のすぐ後ろでそんなこと言わないでよね。でも意外ですね。排水路からの潜入なんて。普通指揮官はニケイコール兵器という認識ですし、火力で吹き飛ばす方を好みますから。好みとかじゃなくて、それ以外には頭が回らないってことじゃない？そのくせ自分の体だけを大切にして、少し泥がついたくらいで騒ぐでしょ。呆れるったら。止まれ。ちょっと指揮官様、今私のお尻に顔が当たってますけど。大丈夫じゃないわよ。後ろに行って。ねえ、なんで急に止まったりするのよ。光よ、内部についたみたいね。そうだね、早く出ましょう。落ち着いていきましょうか。
闘シークエンス実施。前方にラプチャー発見。当然のように内部も掌握してるわね。こんな地下までどうやって来たんだろう。ところで、あのラプチャーたち何をやっているのでしょうか。機械の周りに集まってるね。ラプチャーが人間の文明を利用するわけ。アニス、よく見て、操作している。本当にこんなことって今までありましたか。これまではありませんでした。指揮官、アークへ戻ることを提案いたします。調査という任務は達成しました。ラジャ、シフティ、後ろのルートを確保。気づかれたわ。エンカウンター。指揮官、私の後ろへ。ラピ、ほんの、いい加減にしろ。ねえ指揮官様、しっかりしてよ。奴らが来てるよ。何この振動。前方タイラント級を感知。識別信号グレイブディガーで確定。あの土を掘るやつね。ここで戦うのは自殺行為だよ。ラピもいないのに。シフティ、開拓ルート。はい、当該位置の校舎はまだ稼働します。線路に沿って外部へ出ることが可能です。よし、行くよレオン。勝利をもたらしてくれますよね。
ったわ。ネオ、ラピオは無事みたいです。もうすぐで外部です。ここからは走ってください。ルート上にはラプチャーがたくさんいます。気をつけてください。了解。指揮官様、走るよ。このしっかりしてよ。ぼんやりして私たち全員死なせるつもり。ラピはまだ死んでない。頭さえ持っていけばなんとかなるよ。行こう、早く。わかった。師匠、これを持っててくれませんか。私たちが持っていると戦闘に支障をきたすので、よろしくお願いします。君は追放処分とする。君に下した命令は発電所の調査だった。発電所を壊せとは命令していない。光線の影響で発電所内部が連鎖爆発を起こして大破し、保管されていた資材と施設が粉々になったのだよ。2ヶ月分だ。2ヶ月もアークを食べさせられる資源、君とニケたちが吹き飛ばしたんだ。言い訳があるかね。いや、ない。君にできる言い訳はない。君と君が指揮した分隊は今日付でアークから追放、全哨基地への配属が決まった。不毛の地だ。人もいないし施設もない。ああ、そんなに心配することはない。最低限の資源くらいはある。護衛もつけてあげよう。厚生官送りじゃないことに感謝するべきですよ。修理中だ。終わり次第上がらせよう。では荷物をまとめてすぐ動きたまえ。発電所での光線データは？分析はすでに終わった。言ってみなさい。実戦に強いタイプというには異質すぎる。圧倒的だ。発電所内部のラプチャーたちのスペックは既存のラプチャーと次元が違う。それを突き放し脱出にまで成功したとは。何かあるに違いない。今は見当もつかないが、調べてみる価値は十分だ。まあ、そのための全哨基地行きなのだがな。偉大なる中央政府の目を避けるにはこれ以上の場所はない。もう一つ、人間の機械をコントロールしたラプチャーのことか。進化していると思うのが妥当だろう。果たして目的は？そうだな、どうせどっちかだろう。人類を抹殺するか、人類に変わるか。
ここって全焼基地と聞きました。わかってるけど、なんで私たちがこんなところに配属されるのよ。師匠の護衛も兼ねて、あと発電所を壊した張本人ですからね。いくらなんでもこんな荒れ地でどうやって。うわ、アリス見てください、こんなに銃を乱射しても誰も気にも留めません。わあ、これはすごいわ。はあ、まあしょうがないわよね。わざとじゃないけど、罪がないわけじゃないから。そうですよね。あと野営みたいでワクワクしませんか。動機が激しすぎて死んじゃいそう。ところで師匠、私たちどこで寝るんですか。宿所、宿所はどこですか。